ただいまのお時間は10時5分でございます。晩ご飯作りますよ。お腹減っておりますか？むんじゃ伝わんないでしょ。ヘッポコリン指数どれぐらい？はい、作りましょう。はい、作ります。何作るか知ってるの？担々麺でしょ。あ、もうこれで分かってる。うん、はい、ということで担々麺作りまーす。最速です、最速。これ全部入れないけど。アリがいる。嘘。ちょっと止めて一回。いいよ。あ、もう録画始めた。あ、そう。うん、さっきは止めてたよ。なんでアリがいいの？知らない。え、めっちゃ嫌なんだけど。どっかから入ってきちゃったんだね。どっかから入ってきちゃったんだね、じゃなくない？なんとも思わないの？え、じゃあどうすんの？え、じゃあどうすんのって言われてもなんもないけど。一玉食えるでしょ。食べれる。めちゃくちゃ腹減ったよ。もう10時なんだね。そうだよ、この分と一緒に。はい、どうした？いや、これトマガンとか入れてもいいと思うんだよな。でもそれ味付けだから最後でもいいんじゃないの？どういうこと？食べて、一通りできて食べてみてから足せばいいんじゃない？あ、ちょっとこうこのそぼろみたいなやつだけを味見してみてってこと？まあそれとか、まあそれ、そうだね、麺と絡めちゃったらちょっときつそうだから。これでもうほぼ完成ですよ。嘘でしょ。え、ほんとだよ。担々麺なの、これ。担々麺になるか。なんかジャージャー麺みたいだね、担々麺っていうか。違いがあんま分かんないんだけど。さあ、そしてスープを作りますよ。わあ、今日買ってきた。え？今ちょっと食べたくないと思ってるでしょ。いや、想像できないくないくないくない。牛乳とめんつゆ。牛乳とめんつゆ。ラー油ですね。うん。でもこれ入れるとさ、めっちゃ担々麺っぽくない？いや、わかる。だからわかるよ、全然。見た目は。見た目が。うん。なんかのラーメン屋ぐらいしっかり水切った方がいい。切りました。ご不満ですか？いえ、とんでもございません。なんか見た目結構やばいけど。どういうこと？美味しそうじゃない。え、なんで？嘘でしょ。いや、なんかちょっと牛乳の記憶がこびりついて。ほら、まずそうっていうか想像つかないわ。だって牛乳とめんつゆ混ぜたことある？人生で。ない。見た目うまそうだと思うけどな。完成でございます。わーい、食べましょう。はい。え、これまずそうに見えるか？俺も今画面見てるけど美味しそうに見えるけどな。うん、はあ、人によって違うんじゃない？あ、受け取りた方がね。そう。じゃあ、うん、あれだ。うん、これね、美味しいわ。へえ、いいな。美味しいんだけど、これ担々麺じゃない。なんか、あのね、うまい。ちょ、カメラ貸して。うまいよ。
当だ。美味しいでしょ。うまっ。めちゃくちゃうまいけど担々麺じゃないよね。なんか全然辛くないけど、うん、辛くしたら担々麺じゃないこの感じ。マジ？うん。美味しくない？めっちゃこれ。美味しい。これめちゃくちゃうまいね。うまいけど担々麺っぽさがない、なんか別の食べ物感があるけど。うん。うまいわこれ。美味しい。これうまい。これ本当に美味しいわ。何点？出た。出たじゃない。何点ですか？100点。はい、ありがとうございます。ということでした。